マネーショートというリーマンショックを実話に基づいて描いた映画があります。 Amazon プライムでまだ無料で視聴できるので、昨日また見ました。もう3回くらいは見てたと思いますが、シリコンバレー銀行が破綻した今見るとまた臨場感が違って見えたりもするわけです。しかしいろんな人が言っとるように、今回の銀行の連鎖破綻劇とサブプライムローンの焦げ付きは関連性が低いわけで、まあ別物なわけです。スタートアップや仮想通貨に多少影響があるくらいで、世界恐慌の引き金になるような超重大な出来事かと言われるとそうでもないような感じもするわけです。つまり経済が崩壊するにはまだ材料、燃料が足りない状況ということです。クレディスイスやらドイツ銀行やらは SVB の破綻を受けて電線リスクを警戒しております。火種がくすぶっているのは分かってはいるものの、一般ピーポーの目に見える形で危機が顕在化されなければ市場はパニックにはなりません。現状は多くの投資家たちがマネーショートの登場人物たちのように危機の顕在化お固唾を飲んで待ちわびとる状態です。もうすでに人生をかけたショートを仕掛けてる人もおるのかもしれませんか。私は難品投資家なので、落ちるならさっさと暴落して安く仕込めたらいいなと思うくらいです。命がけの勝負をするような試合ではありません。てんてけてん、この記事を書いてる今は9時07分です。日経平均の寄り付きはマイナス500ポイントを下回ってきました。意外とこのまま素直に下がっていくのかもしれませんね。大暴落と呼べるような相場ではありませんが、半期に一度のバーゲンセールくらいの相場にはなってきました。お財布を用意してバーゲン価格の優良企業をガンガン買っていきますよ。てんてけてん、本日もご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。